オファストバッナオチャンネルスタート。はい、皆さんこんにちは、ナオチャンネルのナオです。僕ね、第3回のね、湘南ね、動画に上げたじゃないですか。今回は第4回の湘南についてお話したくなって。そうなんですよ、第4回はね、本当に1週間前だったんですけども、エントリーしました。第4回湘南をやったのが4月でございます。これね、アップしているのは8月、今月なんですけども、まああれからも4ヶ月ですかね。いや、もう時が経つのだいぶ早い。いや、もう時を戻して、今回の湘南はですね、もう本当にまさに番組でしたよ。もうこれはもう番組にしたらもうパン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 と視聴率絶対上がると思う。まあね、普通に話してもあれなので、では早速僕がね、参加した湘南第4回湘南のね、動画をお見せしたいと思います。ではそれではやってみましょう。レッツゴー。緊張感やばい。一人目だからね。はい。もう一人目ですからね。はい。ダブルカメラで。ありがとうございます。ありがとうございます。よーい。スタート。あと20秒。
一回休憩して最後上げよう。10秒。9、8、7、6、頑張れ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 、中段より。あと2回ぐらいいける。オッケー、おい、うわ、はぁ、やーい、最後追い詰めすごいな。69、うわ、落ちた。皆様いかがだったでしょうか。今回は6種目やって決定
果は総合7位で終わってしまいました。うわー、なんかいろいろと悔やむ部分がありましたね。改めて振り返ってみると、第一種目の湘南ガイズは僕はね、すっごい早い方なんですよ。もう結構ミスもなかったんですけども、もう他の方たちがもう早すぎて、もう本当に僅差のレベルだったね。次回までにスピードを上げたり、あとはもう腕立て数早い方法を見つけたいと思います。2種目目がライドオンザポールなんですけども、もう前回もね上げたと思うんですけども、やっぱりねポールの上に乗るとね、もうなんかね緊張しちゃうのよ。もう最初ね緊張しちゃって全然動かなくて、結果ねこういう記録になったんですけども、でも1分以内で落ちずには良かった。3種目目がですねデッドマンズドロップだったんですけども、もう三上さんがもう強すぎた。俺もね結構仕掛けたりとか結構耐えたりとかしたんですけども、もうね三上さんの集中力も半端なかった。もうちょっとね粘ってね三上さんの体力削って落としたかったんですけども、いややっぱり一枚上がいたなーっていう感じでした。4種目目のですねプッシュザエントランスなんですけども、あれはちょっと真面目にやりすぎちゃったなーと思いました。一人だったっていうのもあったし、ちょっとペース配分を考えたんですけども、思った以上にちょっとペース配分を狂ってしまったなと思ったんで、次回ちょっとアウトになってもいいから素早い腕手伏せやっぱ身につけたいなと思っておるんですよね。っていうかもう前回より下回ってしまった。はー。5種目目のですねテールインポッシブルなんですけども、前回よりは普通に走れたかなと思いました。僕正直1周目で俺も無理かなと思ったんですよ。でも2周目思った以上にそっからなんか足が動いてきて一人抜かせることができました。なので次回のテールインポッシブルはおそらく決勝にも行けるんじゃないかなと思ってちゃんと走ってます。まあ最初のレースで落っこってしまったんですけども、前回よりかは走れたので悔いはないです。ありがとうございました。5種目を終えた時点で、なんとギリギリの6位タイでございました。しかも6位タイにはですね、黒虎の橋本武美さんがいたんですよ。いやもう橋本さんも行動力ナンバーワンでございます。で、ちなみにナンバーツーは、僕でーす。で、最終種目がザ・メディシンスローなんですけども、まあ、結果は全部記録なしでございました。やはりこの競技のそのトレーニング不足っていうのもありましたし、あとはやっぱりその今までの競技でやっぱスタミナ系のやっぱ種目でだいぶ体力が削られてしまったなっていう部分がありましたので、やっぱりそこでやっぱりうまく記録が作れず結果記録なしになってしまいました。なのでやっぱそれ相応のねやっぱ体力作りもやっぱちゃんとしないといけないなって感じました。まあでも今回はね決勝まで行けたので、前回よりかはいい結果だったんじゃないかなと思いました。おそらくね第5回の湘南絶対ね来ると思いますので、第5回の湘南はベスト3に入りたいと思います。そしてあわよくば優勝狙えるように頑張りたいと思います。次回の第5回湘南に向けてトレーニングをしてる最中で撮れますよ、パワー。ということで今回はですね第4回湘南についてお話しました。最後までご覧になっていきやります。以上のチャンネルの後でした。またいつかお会いしましょう。 See you。 あーですよ、実はですね第12回サスケファイナリストの浅岡博之先生もねいらっしゃったんですよ。みんなテンション上がるよね。次回も浅岡先生来てくれたらいいですね。そして第5回の湘南は絶対ベスト3になりたいと思います。皆さんご視聴ありがとうございます。チャンネル登録 SNS のフォローよろしくお願いします。またいつかお会いしましょう。 See you。